皆さんは瞑想というと、どんなものを想像するだろうか。お坊さんが座禅をしている風景や、ヨガを想像する人もいるだろう。今回紹介するのは、瞑想を極めたという一致だ。瞑想することで得られる効果とは一体どんなものだろうか。瞑想やってみなよ、人生変わるぞ。マジで。日本人はレッテルバリ大好きだから瞑想とか宗教臭いとか思うかもだけど、生きてく上で最高のツールだぞ瞑想は。睡眠と同じぐらい大事。やり方教えて。やり方か。正直やり方は難しくないんだ。呼吸に集中しながら、何も考えない。これだけだからな。ただこれが色々と難しいんだ。ちょっとその辺解説してみる。慣れてくると生きてる上で他の何者でも変えられない心地よさを感じることができる。このあたりから人生が変わり出すぜマジで。人生が変わるほど瞑想にハマっているという一致。これからさらに詳しく解説していく。何も考えない。これがとんでもなく難しいんだよ。お釈迦さんだって苦労したぐらいなんだから。みんな忙しいのはわかるが一つだけやってみてほしい。1分間思考を止めてみる。これをやってみてくれ。必ず自分でやってみてほしい。1分間動くなって言われたら簡単なんだけどね。自分の体なんだから。まあやってみたやつならわかるだろう。気づいたらなんか考えてる。そうなんだよ。どんだけ修行したやつでも思考を止めるのは不可能なんだ。格好とか姿勢とかどうでもいいの？部屋で準備することとかあったら教えて。その辺はちゃんと書くよ。ただ瞑想する上で全然重要じゃない。ここで疑問が起きないか？なんで俺が思考止めようとしてんのに思考湧いてくんの？って、まあこの辺は変な話になるんだが、思考は本人の意思と関係ないんだよ。そんなはずあるかってのが第一印象だろうが実際そうなんだ。思考は本人の意思とは関係なく次から次へと音で湧いてくる。これがいわゆる自我ってやつだ。普段人はこの自我に振り回されてる。いわば自分の意思と関係なく湧いてくる思考にとらわれてるんだ。ストレスが生まれ、人生が思い通りにいかないのは全てこの自我のせいなんだ。瞑想はこの自我と関わりのない時間を持ちましょうってこと。その時間は多分瞑想したことない人は味わったことのない心の静寂を持てる。座禅と瞑想は違う？4年くらい禅宗のお寺通って、座禅についてはぼちぼち身についたんだが。座禅は禅宗における瞑想のテクニックを指すんじゃないかな。瞑想とは一口に言っても色々な方法があるから、どれも目指すものは同じだろうけど。ふむふむ。なんちゃらっていう瞑想気になってて、習いたいなと思ってたとこなんだ。座禅と瞑想は考えるという行為を停止するという部分は共通しているが、座禅は自身をなく無になることを目的としている。瞑想は一致の主張の通り、客観的に自分を見る時間を作ることと一般的に言われているので、瞑想の方法の一つが座禅と言えるだろう。うつ病だから自我がないのだが、うつ病は自我が肥大しすぎた病気だ。自我ってのは本当に厄介で本人が自我に気づくのは難しいんだ。一旦気づいたら簡単なんだが、日常におけるあらゆる思考や観念は全て自我だ。あらゆる苦しみはこの自我を自分と同一視するから生まれる。脳内麻薬出せるようになるんだろ？ドラッグもなしに飛べるとか。麻薬なんか目じゃない。まあ例えるなら生まれたての赤ちゃんが母親に抱かれながら眠る直前の安心感かな。それを何何分か座るだけでいつでも味わえるんだぜ。それだけでも精神衛生上すごい効果があるだろう。信仰するつもりはないが仏教には興味あるからな。聞く。ちなみに仏教観は多少入るだろうけど俺は特定の宗教信じてないし、信仰宗教やらはクソくらいと思ってるんで、やり方を話そうか。まあこの辺はこだわらなくていい。ついに一致は瞑想の方法を語り始めた。基本的に、リラックスできる場所、があれば何でもいい。座り方も椅子に座ってもいいし油でも何でも、一番楽な姿勢で、慣れてきたら自分で調べて正しい形にこだわってもいいと思うけど、で、座ったら目をつぶる。半目の半眼ってのが主流らしいけどそれに変にこだわるぐらいならつぶってもいい。まあどっちでもいい。こっからが本番。呼吸に意識を向ける。呼吸ってのは、身体の中で数少ない意識的に行える無意識運動なんだ。普段無意識がやってくれてる運動に集中することで自然と思考を抑えることができる。で、呼吸の仕方だが、吐く息に集中する。なるべくゆっくり最後まで吐き切る。で、適当に吸う。繰り返し、今までごちゃごちゃ言ったけど、楽に座って、ゆっくり吐き切る呼吸を続ける。瞑想でやるのはただこれだけだ。でだ、ここからが重要。自我思考君とどう付き合うか。これが瞑想の肝だ。ちょっと瞑想やってみればわかるけど、初めはこいつが大騒ぎでとても瞑想どころじゃなくなる。1回目の呼吸あたりから色々話し出すんだこいつは。自我ってのは本当におしゃべりで自分が思いたくもないことやあの手この手で話しかけてくる。お釈迦さんもこの自我を悪魔と呼んだぐらいだ。じゃあそんなおしゃべりな思考をどうするか。答えは観察する。思考が勝手に湧いてきては流れていく様を、一歩引いてみる。
そうすることによって思考にとらわれない真の静寂が得られるんだ。この思考を観察してる自分に気づくってのは本当に大切なことで、それがあらゆる宗教の目標なんだけど、瞑想ってのは誰にでもできるそこに至るツールなんだ。それを続けてると思考はだんだんと収まってくる。何も考えない静寂に入れる時間が長くなってくる。このあたりから瞑想の大切さ、価値、効用に気づき出すだろう。緊張しない人間になりたいんだが、そんな人にも効果あるか。効果ありまくり、マジで。俺毎晩音楽プレイヤーでチュパ音聞いて寝てるんだけどさ、聞いてる間は何も考えてないんだよね。これ瞑想に入らないかな。それは思考に気づいてないだけだ。一度思考に意識を向けてみ、思考をしないなんてのは不可能だから。思考は自分が意図してやってるものではなく身体の反射と同じで自分の意思によるものではないということか？そうなんだ。普段人は思考をイコール自分の考えだと思ってるが、これは間違いなんだ。なぜなら自分で制御できないから。自分の意思に関係なく湧いてくる思考って本当に自分だろうか？思考イコール自分じゃないって毎日考えると二重人格になりそうなんだが。自分じゃないは語弊があったな。自我も自分の一部なんだ。ただこのあたりまで話し始めると潜在意識やら深くて複雑な話になるから今日は割愛する。思考イコール自分じゃないをあまりに意識してしまうと病んでしまうよね。そのことを知って良かったと思うけど、知らない方が良かったなって思うこともたまにある。怒っている人を見て、あ、こいつは思考感情に流されてるなって無意識に見下してしまう。我ながらとても恥ずかしいけど。そうなんだ。それも自我の罠なんだよね。自我君の一番の目的はアイデンティティの確立なんだ。だからすぐに人と比較したがるし、自分をなんとか優位に立たせようとしてくる。瞑想や精神世界を探求してから体重5キロ落ちたわ。私はそろそろ足を洗います。君は探求を続けてくれ、応援している。俺はあくまで日常に役立つための瞑想をしてるだけ。あまり悟りとかは目指してないんだ。この捉え方を少しでも理解できると、心の平穏というか、自分に振り回されない人になれるよね。まさにそれ。お釈迦さんは人は起きているようで寝ながら生活してるようなものだって言ったけど、いかに普段思考に振り回されてたかわかる。自我を観察する、もう一つの自我を構築すればいいのか。言うのは簡単だけどやるのは至難の業だな。ちょっと違う。瞑想やりたての人が陥りがちな罠なんだけど、思考を沈めようってのも自我だから、何も反応せずただ観察してほしい。思考は自分で制御できるものではなく、あくまで客観的に俯瞰することが、瞑想の第一歩だそうだ。こういった考え方として、最近ではマインドフルネスという言葉が生まれており、それも今の状況に思考で介入せず、ただ見ることが重要のようだ。瞑想で自分がごっちゃになる、自分が自分じゃなくなる、みたいな話はよく聞くけど、それは瞑想の目的なわけ？それとも瞑想をするうちに自然と得られるものなわけ？精神がとんでもなく病んでる人は逆効果になることもあるみたいだから、そこは注意が必要だろうね。今瞑想について考えている自分すらも傍観しろってこと？難しくてわかりにくいな。普段の生活でまで意識しなくてもいい。瞑想をしてる時だけ、自我とは独立した誠の自己に気づく時間を持ってくれってこと。自我を観察しようとしているものも結局自我なんじゃないかと疑ってしまって堂々巡りになる。自我を観察してる自分ってのは一元的にしか体験できない。後から思い返したりできないんだ。体験そのものだから、言葉にした瞬間それは思考の産物になる。この瞑想をやるとすごくよく寝て目覚めバッチリな朝のような爽快感が得られる。さらに普段の悩みが軽減されるし、やる気が満ちてくる。スティーブ・ジョブズが瞑想を習慣にしてたのは有名な話だし、成功者が瞑想を取り入れているって話は本当によく聞く。この辺は信じるか信じないかは人それぞれだけど、インスピレーションがとても得られやすくなる。瞑想については難しいから後でゆっくり考えるとしよう。イッチは瞑想が日常生活のどんなところで役に立ったの？悩んでたことがしょうもない自分自身の思考の産物だと気づけたのが一番大きいかな。日常生活がとても楽になる。全てうまくいってる時のあの流れに乗るような感じが続くようになったな。あとは体調が良くなったのと、ストレス感じることが大幅に減った。俺は今精神疾患が劇的に良くなってる過程にあるんだけど、何も考えないことって本当に重要なことだよね。不安と向き合おうとすること、すなわち悩みにとらわれることだから。後ろの文、本当に同意。振られた彼氏のことを考えないって思うことは、考えてると同じことなんだぞってことか。そういうこと。そういう思考が出てきたことに気づいたら、あ、また考えてた星、まったく自我くんたらとでも思っとけばよい。言い忘れてたけど大事なこと。この自我に気づいて、その自我の方向性を自分で変えていくことができるからな。これが世に言うプラス思考ポジティブシンキングってやつだ。次から次へと勝手に湧いてくる思考がポジティブなら人生うまくいきそうだろう？まあよかったら瞑想を取り入れてみてくれ。
やりすぎは良くないみたいだから1日1から2回できれば上場。まあ最後に瞑想するなら自己責任で。なんか人によっては魔教とかいうとこ行く人もいるみたいだし俺からしたらそれもただの自我を産物だけど。瞑想によるデメリットとして、魔教というものが挙げられる。魔教とは、瞑想によって感覚が研ぎ澄まされすぎた結果、幻覚や幻聴を感じたり、他にも脅迫観念に襲われたりという症状が出ることを指す。この症状は科学的に機構が分かっているわけではないが、瞑想経験が多いほど、危険性があるという報告が海外でされている。現代人は情報に振り回され、仕事に振り回され、人間関係に振り回され、挙句に自分の思考にまで振り回されてる。少しは静寂を感じることは必ず人生のプラスになると思う。てかプラスになることを祈ってる。まあこの辺かな。何より大事なのは続けることだね。結局やらなかったら何にもならないから。瞑想は1日何分やればいいの？最初は2分でも3分でもいい。思考のない状態に気づいてる時間を少しでも持つことが大切。慣れれば1時間でもできるようになるけどまあ20分とかやれば効果は十分にあるよ。瞑想すると体が軽くなるような感じがするんだがこれ何？瞑想が深まって感じる症状は人それぞれだから心配すんな。軽くなるってのも典型的な症状の一つだよ。瞑想が宗教から来ちゃったのが残念だな。医学的に有用なものとして日常に普通にあるべきものであって欲しかった。脳科学でも効果が認められてるのに瞑想しようとすると宗教が脳裏をよぎってなんかやりたくなくなる。っていうか今は科学と宗教を二分しすぎなんだよ。漢方や気功、瞑想とかは東洋における知恵だったんだから、科学的に証明されてないという理由だけで切り捨てる必要は一切ない。何も考えないのなら小学生の頃でもできた。ボケっとしてるのと瞑想は全然違うからな。ただ子供が何かに熱中してる状態ってのは瞑想状態と全く同じ。俺も最近、瞑想をマスターしつつあるぜ。性格が穏やかになった。そのせいか人間関係も良い感じだ。ちなみに瞑想の身体への効果効用については医学的にも証明されているから。ただまあやっぱり自己責任でね。それじゃあ付き合ってくれた人ありがとう。体調が良くなったり、ストレスが激減したと語るイッチ。効果が絶大な瞑想は習得するのに時間がかかるようだが、興味が湧いてきたのではないだろうか。次に紹介するスレでも、瞑想のメリットについて語られている。瞑想ってマジで革命的な精神安定行為だけど広まらないよな。瞑想がそこまで優れたものならこの世から鬱とかいなくなってるという意見もあるだろうけど、それは多分皆東大の学歴があれば良いのに皆が皆東大の学歴を持てる程度に勉強できないのと同じことで、皆が皆クリロナみたいな美しい肉体を持てたら良いなと筋トレするけどそこに到達できる奴は稀だったりするのと同じだよな。つまり瞑想も継続と追い込みが必要で毎日1時間から3時間追い込みかけられた奴はサイコパスの道が開けるんだろうな。瞑想やると脳の構造自体が変わるけど多分10から15分じゃ変わらない。それは10から15分自重トレやって筋肉でかくならねえ。10分くらい走り込んで脂肪燃えねえ。30分くらい勉強やって全然身につかねえ言ってるのと同じなんだよ。筋トレだって筋肉そのものを変化させたいと思ったら地獄を味わう必要があるし勉強だって壮絶な苦労に耐えねばならない。脂肪も燃やすためには汗びちゃびになる必要もある。瞑想も同じなんだよ。引きこもりとか豆腐メンタルだとかコミュ障害だと思って自分に咳咳してるやつとか鬱のやつとかマジで瞑想しろ。10から15分じゃ意味がほとんどない。毎日1時間以上できるなら1日の大半を瞑想してろ。引きこもりは確実に外に出られるようになる。これは断言できる。俺は1日15分から1時間に変えたらかなり変わったし、2時間にしたらどうなるかすごい楽しみでならない。正直ナンパもやってのけるかもしれない。いけそうな気がする。この一致は、数分程度でも効果が出る瞑想を1時間も続けることができるという、筋トレやダイエットを例に、長時間の瞑想を推奨しているようだ。瞑想より筋トレの方が楽。マジで難しい。昔の人は何も考えずボケっとする時間が多かった。それが瞑想みたいな役割をしてた。昨今は暇やスマホ触ってるだろ。よくないぞ。そもそも知覚過敏と余計なことを考えすぎる癖がついてしまう。だってお前らの周りに東大の理三に入ったような奴が普遍的にいるか？いないよな？でもあなたは今から東大の理三を卒業した学歴と知識が無料で手に入りますでもその権利を放棄することもできますみたいな選択肢があったら日本人なんてほとんど放棄しないだろ？つまりそういうことだよ。瞑想でいわゆるニルバナーナという不安や恐怖を極限まで感じないような状態に到達できる奴らはかなり限られていてそれは多分東大の底に入るよりかはだいぶ簡単だろうけどそこかしこにいないってわけだ。ニルバーナとは、サンスクリット語で涅槃のことだ。仏教においては最高峰の悟りの境地のことであり、煩悩を滅した先にある生死を超えた世界であるとされる。
瞑想って頭が幻想的な時に落ち着く時がかなり苦痛なだけで落ち着いてくると、その状態でいた方が気持ちよくていいという心境になって気がついたら1時間とか経ってるからマジでお前らやれや。扁桃体って頭のネジみたいなもんだからここを弱めれば死ぬリスク上がるけど反対にネガティブな考えは少なくなるぞ。とにかく1時間以上が脳の構造自体を変える最低限の追い込み時間だからな。それ以下は例えるなら自重トレを15分やって筋肉つかねえいうようなもんだから。ついた気はするし実際少しはつくんだろうが目に見えてモリモリにならはしないしなるには遥か遠い道のりになる。モリモリになりたいんならジムへ行って血の滲むような筋トレをしなければいけないようにな。瞑想は筋トレや勉強ほど辛くないからお前らでも続けられるだろ。筋トレも勉強も集中しだすと楽しいけどでも苦しいことには変わりないからな。瞑想はひたすら気持ちいいだけだ。特にコミュ障害のやつとかも実際不安や恐怖の古いフィルターに通して言動を制限してしまってるからそういうことになってるだけで。扁桃体さえ鎮圧してそのフィルター古いをガバガバにすればお前らも饒舌になるよ。まあ古いフィルターがガバガバってことは人を傷つけたり最悪殴られりトラブルに巻き込まれたりもあるだろうがな。でも瞑想のいいところは扁桃体を縮小させると同時に開発質を増やすから多分攻撃性が問答無用で発揮されることはないと思うよ。扁桃体とは情動を司る脳の一部であり、不安や恐怖といった感情を起こす部分だ。瞑想ではこの扁桃体が縮小すると医学的に証明されており、これが瞑想によって感情がコントロールされストレスを感じにくくなる原因とされている。同じくの脳の一部である灰白質は、受け取った外からの情報を処理する部分だ。加齢によって減少していくが、瞑想で減少を抑えたり、増加されたりすることが、こちらも医学的に証明されている。君子危うきに近寄らずみたいな人生を送ってて退屈を感じているのなら、虎穴に入らずんば虎子を得ずみたいな人生に切り替えて楽しもうぜ。1時間以上の継続的な瞑想はそれを可能にしてくれる。まず目をつむるわけだから視覚以外の感覚が鍛えられてしまうのだ。つまりタヌキ寝入りしていても同じ効果が得られる。開けておけ薄めで。要は起きてる時でもできる限り扁桃体に子守歌を聞かせてやることだ。目覚めと同時にビンビンに機能開始させないことだ。寝かしつけておくことが常になるとそいつは起きてる時でもいびきをかき始めるからな。そうしたら閉めたもんだから。ほら酒とか入るといつもよりも言動に制限が効かなくなるだろ？それはなぜだ？言動がもたらす可能性について考えて不安になったり恐怖しないからこそだろう？俺とか彼女とかできたことなかったんだけど普通にできたからな。出会い系ではあるけども、普通に自分の顔さらすのも嫌だったし会話も緊張して無理だったから。ただなんか体感としてはどうでもいいみたいな感じになったな。感覚としては自分に対して他人事になったって感じだな。実際顔で拒否られたやつもいたけどまあ仕方ないみたいな感じよ。頭が穏やかだとここまでショックは軽減されるのかと驚いてるよ。欧米の研究だと瞑想の悪影響も言われてるけど。まあ盗撮しようとか強姦しようとかそういう願望があったりすると。それに対して扁桃体がブレーキかけて捕まったり前科ついた場合のその後の人生への不安や恐怖で空想の願望にしておいてくれるけど。瞑想やると扁桃体があまりブレーキかけなくなるから。現実的に考えるようになるっていう点で犯罪的な思考を持ってるやつはやめた方がいいと言われてる。あと瞑想やってると老化しないように努めるせいできっと善悪不愉快不快を強烈に選別しなくなるからってのもあるんだよ。俺はダメな人間だともいい人間だとも思わないみたいなことをするからね瞑想は。大体カテゴライズするから雑念は良くも悪くも生まれるんであって。大体は不快だとか怖いとか不安な方にカテゴライズされたことをくよくよ考えてしまうから。前述の通り、瞑想では情動を司る扁桃体が減少する。その結果全能感が生まれ、利己的になってしまったり、行動にブレーキがかからず、いわゆる無敵の人になったりする可能性があるという論文も示されている。瞑想の目的の一つは空間認識能力を鍛えることだ。昔の武道家が座禅とかしたのはこれに当たる創作かもしれんが、つまり視覚情報以外からイメージで疑似視覚情報を構築する。瞑想1時間以上イコール筋肉肥大化のための筋トレで最高10から12回になるような回数でドロップアウトセットで追い込むこと方法に等しい。翌10から15分でも効果ある言われてるがそれは確かにあるけどそんなこと言ったら自重トレにしたって。毎日30分の勉強だって10分のランニングだって少なからず効果はあるからな。けど実感できるほどの効果なんてほとんど期待はできないと言っていい。マジで1時間以上から世界が変わる。10から15じゃその気分を整えてくれるだけだ。脳の構造を変化させたいんなら追い込まなければいけない。筋肉を変化させたいんなら追い込まないといけないように。飲酒だって悪い方向にではあるが脳の構造を変えるまでには手が痺れてくるほど毎日毎日酒を飲み続けなければいけないんだ。瞑想だって同じだよ。
こんなに革命的な脳トレなのに皆がやらんのは一つに誤解と二つ目に結局いろんな努力に比べれば楽だが、瞑想も退屈や雑念との戦いというところでは苦痛で忍耐力と集中力を必要とするからな。筋トレだってやり込めば美しい肉体手に入るのに周りの人間はそんな肉体を持った奴よりもデブとかガリとかぷよぷよばっかだろ。瞑想も結局継続的に努力を要するからみんながみんなできないからここまで広まらないんだろうな。筋トレと違って本人の内面の問題だから親しい人間以外からしたら変わったことに気がつけないしな。これね、最新の研究だと15分でも効果あるんだってよ。あと3歩も同じ効果あるって。そりゃあるよ。そりゃ仮に筋トレするにしても自重トレで15分やっても勉強で30分やっても一応効果はあるよ。けど俺らが欲しいのは実感できる程度の変化だろ。それはあるってだけでつまり俺の言う程度の効果でしかない。一応自重トレだって15分毎日続ければしまいには効果は見えるだろうし勉強だって30分でもやってや効果はあるだろう。けど恐ろしく遠い道のりになるし効果もほとんど実感できないのに続ける意欲は湧くかね。今の世の中なんでも時短がありがたがってるからね。少しずつ飽きないようにちょびっとでも効果ある方が続けられるんじゃね。1時間以上も続けるって初心者には挫折の連続だもん無理だよ。まあそうなんだけど向上心は常に持ってほしいってことよ。今日中できたら次は11分みたいな。もしくは休みは30分やるとかさ。で組んだ方がいいのか？腹式呼吸するときにそこに意識向けられるように組んで腹のあたりに置いておいた方がいいぞ。あと面倒くさかったら寝る前に薄目開けて部屋の豆電球一つつけてそこをずっと見つめて呼吸をひたすら深く繰り返すことをしたらいい。瞑想にもなるし何より睡眠導入剤にもなる。脳は糞みたいにエネルギー食うからな。脳のアイドリングやってると何もやってなくても疲れる。それがまだ明るい希望に満ちた展望ならセロトニンやドーパミン出て活力でみなぎってくるかもしれんけど大抵は野生動物の名残として不安な恐怖についてつまりネガティブなことを考えてエネルギー使いつつ脳にストレスをかけ続けるという二重苦で疲れ果ててしまうからな。うつのやつはこの二重苦がかなりの程度にまで高まって動けなくなったやつらだよ。がん治療で言うなら10から15はモルヒネ打たれるようなもんで1時間以上は抗がん剤みたいなもんかな。まあ抗がん剤のような副作用はないけどな。まあ下手すると離人症になるかもしれないけどそもそも不安や恐怖が少ないって状態は常に離人症的なんじゃないかと俺は思う。死を意識して生を意識するようにさ。だからこそリス化するやつとかいるわけだしな。誰に見られてもないのにやるやつとかまさにそういう理由からだから今まで死にたいとなぁとマンネリで毎日ぼんやり生きてる時に仮に車に轢かれそうになったら一気に頭が覚めて差し迫った不安や恐怖を感じてそれを回避して今生きてるって感じになるだろ。現実感に生々しさを与えていたのは紛れもなく不安や恐怖で緊張感だったんだなという。どうでもいいから広めたいならやり方かけよ。暗い部屋を用意してアロマでも焚いてその光を見つめる。呼吸は長く吸い込み長く吐き雑念が浮かんだらどういう考えが浮かんだかを観察して深入りせずに放置して呼吸と目の前の光だけを考える。ろうそくの自負でも良い。なぜ暗い部屋が良いかというと脳は目を開けてるだけでいろんなものを見て勝手に処理して脳を働かせるので部屋を真っ暗にして何も見えないようにして一点だけが見えるようにした方が良い。そっちのがそこに意識が注がれる。あとまあどうしても集中できないんならまぶた閉じてしまっても良い。落ち着いてきたら薄目開けて円をぼんやり見つめ続けるんだ。多分ゾーンに入ってくると距離感おかしくなってきてここはどこだみたいになってくるから最初の入りが結構きついと思うけど脳が静けさを増すにつれてその状態を解く方が嫌だなぁと思えるくらいに気持ちよくなるからとりあえず脳が落ち着くまでは頑張ってみろ。自分で自分を論破してんじゃねえか。そんな小難しくてめんどくせえもんが流行るかバカ。まあそれはもともと知ってるよ。けど迷信で効果ないから広まらないんだよっていう誤解は違うよって意味で書いてるんだよ。結局瞑想も他の追い込めば自分の世界が変わる努力と変わらないからこそ広まらないんだよってこと。絵がクソみたいにうまく描けたら世界は大きく広がるだろう。楽器が弾けたらそれだけでも広がるだろう。プログラミングの知識があればかなり広がるだろう。けど皆が皆広げられないのは忍耐力とか集中力とか継続が必要でまた実感できるくらいに到達するには適当では無理だからね。瞑想って言葉でごまかすのがダメなんだと思う。具体的な方法と科学的な効果のメカニズムを説明すればもっと広まるだろ。扁桃体を意図的に鎮圧しその時間を増やすことで扁桃体が過敏になるのを抑え繰り返すことで扁桃体を縮小させて不安や恐怖を感じにくくしてその結果ネガティブな雑念を減らして前向きな脳の構造に変えていく行為。筋トレやってなんで筋肉が増えるかというと体は意図的であれ自然的であれ今はそういう状況に置かれてるから筋肉をでかくしないとまずいと思ってでかくするんだ。必要ないんなら縮んでいくんだ。環境に対して筋肉がなくても平気だから。扁桃体も同じだよ。
起きてる時に意図的に出力を下げる時間を増やすことによっていらない機能を扱いして徐々に衰えさせるんだ。だから日本で普通に生きてると筋肉質になるには意図的にやらんといかんが、全てマニュアルだった頃とかは皆筋骨隆々なのだよ。そういうのが一向に改善されなかったところの奴らはゴリゴリしてるだろ。クリスタルボール聞きながらやると良くない？クリスタルボールは、寺にあるお輪のような形をした楽器のことだ。古くから精神を落ち着かせるヒーリングに用いられていたと言われ、精神的ストレスや肉体的疲労を和らげる効果があるそうだ。チルアウトする音楽なら何でも、俺はスカイリムの環境音楽聴いたりする。ただなんつうか棒みたいに変則的でなく低地調子で意識を乗せやすい音がずっと流れてる音がある音楽なりが良いな。例えば自分のうなり声とか結構意識を集中させてくれるな。みたいに言いながらやってると、ただ端から見ると気違いだから一人の時をおすすめするわ。1時間以上やれるようになったらかなり実感できるようになる。そこが壁だよ。スケボーだったらオーリーの壁を突破できたら一気に楽しくなるような、そんな最初で最大の壁だな。まあ俺は2時間はやれてないが。オーリーというのは、スケートボードの基礎中の基礎となる技だ。ボードの前方部分を上げることによって、体とボードが一体となってジャンプできる。初心者はまずオーリーを練習し、できるようになれば様々な技に応用できることから、まずは越えるべき壁とされているそうだ。何も考えない時間は欲しい。瞑想によって、人生が変わったという二人のスレを紹介したが、いかがだっただろうか。瞑想は科学的にもリラックスすることが証明されている方法だ。興味がある方はぜひ試してほしい。紹介した一騎たちのように様々な良い効果を得られるかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは瞑想をしたことがありますか？よろしければご意見をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。